物の漬物ですね。どうも梅太郎です。信長を終え第3弾ですかね。今回は清須織田との戦い、茅津の戦いの古戦後に行きたいと思います。最初の目的地はここ茅津神社です。鎌倉が行こう茅津宿場です。これが香の物殿です。ここに漬物が入ってるらしいですけど、この人が最初に漬物をつけた人、人じゃねえ神。漬物阻止。ここで織田信長軍とですね、清須、織田の酒井、大膳たちが戦った場所ですね。ここでね、織田軍がぶつかったということで、ここら辺が戦場になったんですね。今から茅津の戦いのね、舞台になった深田城と松葉城のあったとされる場所に行きたいと思います。この辺り一帯が深田城があったとされている場所です。うちの殿様じゃん。よしな。
名古屋市中川区に着きました。これから前田利家が生まれたと言われる前田城跡がある側念寺に行きたいと思います。前田利家はね、先ほどの萱津の戦いが初陣だと言われています。前田城跡、ありますね。前田利家生誕の地。前田利家の兜の形してます、うん、なかなかないですよね、こういうお寺は、うんね、静かでしかもいいとこですね。これすごくないですか、なんかワンピースでこういうのありましたよね。ニコロビンが解読できるやつですよね。これ立派。利家の家紋ありますね、前田家の。
梅鉢でしたっけ。でけえ。めちゃくちゃでかいなこれ。もう威厳を誇ってますね。なんせ加賀百万石ですから。え、地元の小学校で梅鉢も校章使ってるんだって、かっこいいな。これちょっといただきます。いただきました。サート仕上げに飛んだ。以上だ。梅鉢になってますね、年上のね。いただきます。うん、うまい。ということでですね、カヤズの戦いと前田利也の席は終わりです。また次はね、ちょっとまたチタの方で信長様が戦いがあるということで、今度はそちらの方に行きたいと思います。はい、ではまた次の信長応援お楽しみにしてください。ではさようなら。